神奈川県逗子市出身神奈川県逗子市に生まれる逗子改正高等学校卒業関東学院大学工学部中退大学1年の頃に逗子の家の隣に石原裕二郎が住んでいたのが縁で裕二郎の勧めもあり日活に入社する1958年日の当たる坂道でデビュー小林明沢本忠夫と 三役トリオとして売り出し、アクションもの、青春物に次々と主演する。その後、脇役に転じてから、独特の個性に磨きがかかり、特に1963年の、野獣の青春以来、鈴木清淳監督に徴用された。日活退社後は、東映への出演が多く、特に1971年から9本作られた、マムシの兄弟シリーズで見せたユーモラスな演技は、 大いに人気を博した。1980年代、当時の妻の眼頭病と死去の悲しみ、河内自身の脊椎の怪我や遺憾を等に1990年代、初頭まで苦しめられるなど、自身の健康上の問題で苦労していた時期もあったが、これらを克服し仕事に復帰していた。私生活では、三度の結婚、また、事実婚とその破局を一度経験している。 2018年2月10日午後4時59分、脳梗塞のため、神奈川県横須賀市内の病院で亡くなった。2週間前の1月に、逗子市,市内の自宅で倒れそのまま一度も意識が戻ることなく、夫人や親友に見守られて苦しむことなく、眠るように息を引き取り死去した。79歳だった。大和役名。ありがとうございます。